パーティーちゃんの今夜は何パー？バレてますよ。ドキ画面の奥の君たち、キャッ、バレてます。何がバレてるの？男性芸人追っかけてるそこの君たち、ドキドキ。どうせ推しの芸人と芸人で BL して夜ゴシゴシしてんだろ。キャー、反射するとレンズから君へ。いや、世はもう BL 時代ですわ。いや、マジそうですわ。もうで、うん、やっぱり芸人同士で絡ませ合うってどうなんですか？きつい、大興奮。しかもあのライブをね、生で見に行って、その芸人見た後にあのネタ面白かったなって思いながら帰るじゃん。で、夜ムラッとするじゃん。そのなんかいろいろリアルに思い出しながら、トゥフフフ、トゥフフフってなって、もう最悪のドラえもんみたいな。まあちょっとキョンチーはその辺疎いんですよね。嫌ですね、今の話とかも。不潔不快、不愉快。最高なのに。まあなので、ちょっと今回はもうベストな、うん、もう一番至高となる、うん、もう BL ストーリーを作ろうじゃないかと。え、一番どの芸人、この芸人とこの芸人がこのシチュエーションでこんな風に絡んでたら一番ゴシゴシしやすいっていう、もう最高のおかずを我々がもう提案してあげるじゃないですか。で、今回はまあ、特別講師として、はい、本当に夜の一人休みのプロ、はい、ロゴ先生に来ていただいております。みんな、一人で遊んでる？いや、信頼できます、ありがとうございます。やっぱ一人遊びでこう想像を膨らますというのは結構奥深いんですか？そうですね、やっぱり女として生まれた以上、絶頂を一人でも味わえる、うん、そのような体になるためにはやっぱり BL かと思います。あ、お菓子チャンスじゃないか。のぶこは芸人同士でもやってるの？あ、妄想、うん、え、なんで当たり前のこと聞くの？最近だと、うん、どうなった？最近だと、待って、最近出たライブ何があったっけ？やっぱライブが一番いい。最近の場合はネクスト。あ、ネクスト。渡辺県にはね、逆にあんまない、うち。なんかその、なんだろう、近すぎるとちょっとなんかその、プラスはできない。あ、だから前はね、その養成所の時とかめっちゃキョンチ使ってやってたけど。やってたけど、でもなんか、そう。今でも別にじゃあいける？キョンチ？あ、でも、うん、全然できるけど。今、キョンチと試合させる妄想の中で。今日僕かな。なんで？え、なんか、強国、てか、多分、そもそも、強国というものが遊びやすいんだと思う。その性で。強国が？それはちょっと、SM のバランス的なと思ってんですか？あ、でもね、だから、キョンチがちょっとグイッといくんだよ。そうで、この方がやっぱちょっと弱い立ち。うーってなるの。ちょっと一回ごめんなさいね。ゲボ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 ーンと。危ない危ない。キョンチーのそういった話僕 NG なので。強国は別にいいんですけど。問題に戻しましょう。強国か。強国かじゃない。俺はエッチ舐めて道も忘れちゃったよ。っていう妄想を楽しむっていうのって、今みたいにやっぱより好きになるみたいなのもありますからね。その芸人をね。確かに。わかんないけど。じゃあちょっといたずらしていきましょうよ。はい、ベストを今日決めましょう。わかった。まあ、まずは軸となる方よね。だから今みたいにやっぱ強国がちょっと M 系が出たら可愛いとか、ギャップがやっぱり遊びやすい。うん、そう、なんて言えばいいんだろう。ギャップもそうだし、まあなんかそのなんか、あ、ちょっとうまく言えないな。まあでもギャップですね。まあまあシンプルに、まず、うん、まずギャップ。入門編で言うと、入門編で言うと、まあでもまずはあれじゃないですか、やっぱり信子さん一押しのパンプキンパクトフライ。いや、谷はね、もう遊びやすい。谷も最高。谷はね、受けも攻めもどっちも遊びやすいし、なんかその今ね、その BL 業界ではね、やっぱね、逆カップっていうのがありまして、逆カップリングって言って、いや、私は谷は攻め派なんですよっていう人のための両方の話があったりするの。はー、そうとか、どっちも攻めたりするみたいなのもあるんですよ。で、谷はそれに関して遊びやすいんですね。だ、割と使いやすい。はい、とってもユーティリティープレイヤー。はい、ユーティリティ。ちょっとヒョンチーが間違ってナメクジ食べちゃったみたいな。じゃあ、あれとか、
アインシュタインの可愛さ。あ、ゆずるさん。あ、いいね。ゆずるさん軸とかになると、あともう一人美しいを重ねると、リリーさん。はあ、これでもどうなんですか、王道すぎますか。なんかうちはもう楽しくない、それは。それはマッチングとしてだ。うん、なんかね、どっちかにすっごい特徴が欲しいの。例えば、すっごい B 少年とかだったら、ガテン系ガチムチとか、系統が一緒すぎる。でもやっぱ AV でもそっちの方が多い。うん、なんかそっちの方が一番やっぱ興奮する。で、逆、しかもその場合ガチムチ系が、この猫系の方が、うってんってなる。ゆずるさんと、うん、ジャンボ。あ、いいね、いいね、いいね。で、じゃあシチュエーションは、どういう、まず SM で言うと、なんかジャンボが M でしょ、ロケで。いやでもね、ジャンボだったら S でもいいよ。河合さんちょっとやられてほしい。わかんねえそれ。あ、確かに河合さん、うん、まあちょっと受けてほしいね。でも河合さんよりやっぱリリーさんがいい。ダメなんだそれは。いや、いいよいいよ。いや、どっちどっち、お前がテンション上がる、どっち。リリーとゆずるさん。はい、じゃあ、うわ、むず。確かにこういうことになるのか。どっちでもいい。これがやっぱ良くないですね。発想しづらいってことなんですね。なんかそのどっちでもいいってもう興味ないじゃんってなる。興味ねえ。そう、いやでもさ、例えばね、ジャンボとゆずるさんだったら、いやいや、ジャンボ攻めだろってすぐなるでしょ。ちょっとそれ興味湧かないでしょ。そのきっかけがまずもう自分でシャットダウンしてますよ。シャットされんのうぜえ。論破されるのうぜえ。こんなやつに論破されたの。でもやっぱ発想的にはそういう感じでいい。うん、これ一旦ごめんなさい、うん、ここにそのチャンピオンズ大崎とかが出たらもう、うん、これもう本当禁止ですか、発行できない。でも、うちは全然ある。こいつ汚いじじいとか好き。大崎さん、じゃあ大崎さん、俺、まあ、ごめんなさいね、ちょっと稚拙な案かもしれませんが、うん、チャンピオンズの大崎さんと、うん、レインボーの、うん、池田さんみたいな、綺麗なものと汚い、汚い、ごめん。はっきり言うわ、汚い。汚い、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 ね。みたいなマッチングみたいなどうなの。いや、たまんない。すごく良い、うん、池田さんよりあれだと思う、好奇心の。あ、芯。あ、もっと好奇、ちっちゃい、あのベイビー味があるね、そっちの方がいい。え、でもうち結構レインボー池田さんいい。ほんと、うん、結構いい。で大崎さん意外と背ちっちゃいじゃん。そう、それがいいの。池田さん大きいじゃん。そう、それがいい。そのバランスもいいと思う。いい、小さいゴブリンみたいなやつが美しいエルフを犯してるみたいな。いい小さいゴブリン。いいね。やっぱそれは攻めが大崎さん。うん、そうだね。でも逆でも楽しそう。ああ、私でも逆がいいだったら。ああ、なるほどね。なんでって思うじゃん、逆のが。なるほど、いいね。確かに池田さんが大崎さん攻めてる方が何が良くてって。そう、でしかもさ、あの BM って結構さ、感情がめっちゃ乗ってるから、もう大好きが溢れ出てんの。その場合って池田さんが大崎を大好きってことになるじゃん。もうなんか好き好きみたいな、それとかも。そう、結構じゃあそれ聞いたら、うん、池田さん、大崎さんって俺の中で今一番刺さる。いや、いいよ、めっちゃいいよ。ここ超えれる組み合わせは、汚いと綺麗で最上級だもんな。じゃあもう無理じゃない。ちょっと逆に、うん、あのサンシャイン池崎さん、うわいいね。あんま性の匂いが全くしないじゃん。確かに。とリグジットの兼近さんだと、ちょっと違う、ちょっと違う、うん、なんか俺の今描いたストーリーだと、うん、こう池崎さんがすごい受け身で、兼近さんにそのライブの楽屋の倉庫みたいなところで強くこうされて、池崎さんが心許しててどんどん乱れていくみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。最後は家。なるほど。いや、いいよ、いいけど、もっといる。俺だから池崎さんって結構、え、むずかった。今想像したら池崎さん、池崎さんはもうなんかこんな状態でなんかこうもう拘束されてる。ああ、なるほどね。池崎さんが拘束されてる状態でエロいことできない。できるよ、最高。でも僕の池崎さんがこういう方がよくない。うん、シチュエーションね。だ、
これにいたずらするベストな人はね、もぐらさんとかどう？あーでもいいぞ。あ、かたまりさんの方がいいや。あーなんかあの人高速しそうじゃん。ていうか空気階段2人とも超いい。めっちゃうってつけない、いろいろなんだ、すごい。そあそこ素材としていい。いやたまんないね。なんなら2人でいいもん。空気階段でいけるわマジかよ。なんかさ、もっと40代ダンディーな人いなかったっけ？あ、原田泰造。泰造さん、うん、泰造さんいいね。いい、超いい。泰造さんと試合させるよ。え、でもうち超泰造さんと兼近さんとか良さそうなの。あ、いいね。めっちゃいいよ。ここいいね。めっちゃいい。あ、いいですねサウナとかでなんかもうしてる。あ、いい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 、分かりたい。どう？じゃあこことここだったら。うわ、ちょっとめっちゃいい戦いするじゃん。ちょっと俺でも今盛り上がりでこっちになっちゃう。確かに。あと大崎が無理な人いるかもしれないなんか綺麗なもので攻めません？そうだね、ちょっとやっぱ入門編の方も多いだろうね。はい、入門編。そうだね。え、じゃああの人も探してほしい。オリラジの藤森さん。うわー、えぐえぐえぐ。うわ、藤森さんえぐい。藤森さんなんか最高の食材だからね藤森さんえぐいな。しかも藤森さんどっちもやってほしいもん。うわー、藤森さんと戦わせるって。えぐー、誰だ、誰がいい。藤森さんやっぱ攻めていてほしいな。そうなんだ。うん、まあね、初手って言ったら攻めの方が、受けでも全然、受けの方がいい。うん、僕に。いや、メガネ攻めって結構エロいよ。なるほど。うん、メガネ取っちゃったりしたらまた変わっちゃったりして。え、そうだね、変わっちゃったりしてねやめろよって言ってメガネがこうポロって取れたりとかしてね。ああ、意外とここが良すぎてパッと出ない。まあ、まあ、世間的に逆にそうだ。それこそ亀近さんとかあね、なっちゃうの。確かにね、キャラを手で。ここはお笑いスケベのどっかに聞いてみますか。どう？ジモリさんとちょっとマッチングできるさ。例えば相方さんとか聞いて。ああ、うちは大好き、そういうの全然。いや、でも今までの中で一番俺はしっくりきた。あ、どう？いいと思う。あっちゃん、いや、え、オリラジすげえ。あっちゃん、いや、俺別に全然 BL 興味ないけど、しこれそうだもん。あ、ほらそういう可能性があるんですよ。オリラジエグ。はい、オリラジ、オリエンタルラジオです。すごい。誰か書いてないかな、見て読みたいよ。いや、理想あんのかな。誰か書いてよ。あ、結局オリエンタルラジオか。結局な。うわー、これクララつまんなそうだったね一回もこっち見てない。クララは誰ですか自分と。え、じゃあそこはもうさらば青春の光狂いだから。いや、わかんない、ムラムラタムラかもよ。あー、どっち、さらばさんとムラタムさんだったらどっち。いや、でも東ブロックだ。やっぱさらばファンだわその辺の中、さんぽさんも確かに。はい、ということで、まず、第1回、はい、理想の芸人 BL 部門優勝はオリエンタルラジオ。イエーイ。第1回ってことはまだあるってこと。いやー、これはなんかどんどん突き詰めていきたいね。うん、最終的にはその BL 本を出してる人とかを呼びたい。なるほどね。うち全然絵描きたいし。でもこいつ絵の前に描くんですか。いつかお前も作者として執筆。ちょっと九条さんバージョンで作ってよ。そうそう、九条さんなんかめっちゃいいタイプじゃん。九条さんは汚されたくない。そうそうそう。はい、じゃあ皆さん、今日もいいゴシゴシライフをゴシ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 。